はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、久々に芋焼酎です。あかね霧島。こちら、霧島酒造ですね。俺の大好きな、芋焼酎の、酒造の会社です。アルコール度数が25度。これね、何なんですかね、新発売。まあ、赤霧島の、なんか、似たような色をしてますからね。原材料がさつまいもと米麹、かっこ国産米。容量が 900ml。値段が、いくらだったっけ、これ。1000円ぐらいじゃない?多分。後ろに書いてあります。赤ね色に染まる霧島。何鳥か、羽落としてきぬ暁の、赤ねの中を、つかひの矢うに。天才女、ん?天才女流歌人の、歌人の、よさのあきこ。が、朝明けの茜色の空に、ロマンを感じたように、茜霧島のラベルは、霧島連山が美しい茜色に染まりゆく幻想的な世界を表現しています。っていうか、与謝野晶子って、女だっけ?男じゃなかった?こいつ。与謝野晶子って女じゃなくて男なんだよね。確か。名前は女なんで、俺ずっと女の人だと思ったんですけど、実は男なんですよね。玉茜仕込みで味わい豊か。茜霧島の原料である芋の品種、玉茜はオレンジ色の果肉と南国のフルーツを思わせるような、爽やかな香り成分が特徴。今までの焼酎にはない柑橘系の香りが楽しめる新しい香りと味わいの芋焼酎が誕生しました。へぇー。へぇー。美心、最明なるうまさ、美味しさ。フレッシュで華やかな香り、すっきりと飲みやすく、それでいてフルーティーなコクと丸みを感じる、彩り豊かな味わい。そんな、茜霧島の特徴。美心最明。という4文字の言葉に込め、茜霧島のラベルに刻印しました。あ、そうなんだ。どこに美心感銘って書いてある?書いてないんですけど。まあいいか。俺は結構ね、いろいろ、霧島酒造の霧島は大好きなんで、黒霧島は一番好きなんですけどね。黒霧島飲んだし、赤霧島も飲んだし、白霧島、まあ普通の霧島も飲みました。うん。ので、まあこちらも、まあ限定酒造、醸造ではないようなんで、わかんないけど、赤霧島は限定ですからね。あれ確か何月と何月の1年に2回しかね、製造されないっていう。まあ1年に2回も製造、2回も製造されりゃ、むしろね、全然入手としては楽な部類なんで。ですが、まあこちらもね、ちょっと楽しみでございますが。まあね、ちょっと暑いんで、正直芋焼酎飲みたくないんですけど、今日は珍しく、まあ台風の影響か、割と涼しい。まあいいや、いただきます。乾杯。うん。香りは、うん、まあ、芋?
まあ、ぶっちゃけた話、まだ赤キー残ってるんですけど。残ってる。あ、まだちょっと残ってる。はい、赤霧島。茜霧島が、これいつ製造だ？書いてない。2014年の6月5日に製造されたものみたいですね。こちらの赤霧島は、2013年の11月、違う、1月10日かな？ 1 月10日か。みたいです。まあ、飲み比べるのもいいんですけど。味としてはちょっと、白霧島に似てる気もする。けど結構飲みやすい。丸みがありますね。白霧島はかなりっていうか霧島酒造の中だと、まあ飲みにくい部類っちゃ部類。一番黒霧島が飲みやすいですよね。すっきりしている。これもすっきりしてる。だけど、味的に、ドスッと来ない。軽い味わい。ですね。黒霧島は結構重めの味わいなんですけど。まあ、ぶっちゃけて言うと、そこに黒霧島もあるんで。ね、しかも一升瓶のがね、未だに残ってる。まあ、芋焼酎は悪くなりませんから。日本酒と違ってね、開栓後でも全然問題ありません。まあ、問題ありません。ぶっちゃけた話。確か霧島酒造のサイトに書いてあったな。もう全く変化ありませんので、どうぞご自由にみたいなこと書いてあったんで。これ難しいな。俺のバカ舌だとちょっと、茜霧島は一体どういう、あれに似てるのかが全くわからない。でも味的に結構軽めな気がするんだよな。でね、黒霧島みたいに結構甘めです。白霧島は結構ドライなんですよ。でも、黒霧島は非常に甘め。だから、芋焼酎を初めて飲む人は、間違いなく黒霧島が俺がおすすめです。安いし。まあ、赤霧島も美味しいというか、飲みやすいというより甘い。甘い上に香りが強いのが赤霧島の特徴かな。ただ口当たりとしては、やはり一番おとなしいのは黒霧島だと思います。茜霧島。何使ったっつった？玉茜、芋の品種。
フルーツを思わせるような香りが特徴って書いてある。柑橘系の香りが楽しめるって書いてあるな。柑橘系の味するこれ。すると言われるとしてくるのがこの俺のね、バカ舌ですけども。もう何にも言われなければこんなの何にもわかりません。ぶっちゃけた話。全くわからん。間違いない。よし。じゃあ赤霧島いただこうか。まあ、全部無色透明です。赤霧島とか黒霧島とか書いてあるけど、あの芋焼酎っていうのは全般的に全て無色透明です。あ、匂いが全然違う。これね、芋焼酎のまた面白いところとして、水割り、ストレート、ロック、お湯割り、熱燗、この5つの飲み方が楽しめる。それによってだいぶ、あの、広がりが違ったりする。伸びが違うんで。ストレートで飲んで、まずいとか思ったとしても、熱燗で飲んでみるとうまかったり、ロックで飲んでみるとうまかったりする。それが面白い。あれ、赤霧島こんなおとなしかったっけ？やけにおとなしいな。なんだこれ。そんなバカな。結構香り飛んでんじゃないか回線して、結局さ、ウイスキーでもそうだけど、今ここら辺に水、まあ、お酒でしょ。で、この上の部分が全部空間なわけですよ。今この赤根霧島開けて、まだこんぐらいしか空間はないわけです。だからここの部分にいかに飛ぶかなんですよね。香りが。ウイスキーとかだとめちゃくちゃ違うんですけど。ここの部分が少なければ少ないほど香りが飛ばないんで。これだいぶ香り飛んだんじゃないか。香りがちょっと大人しすぎて全く感じられない。な、バカな。赤霧島こんな白物じゃなかったんです。まあ、ぶっちゃけそんな、赤霧島は一応限定で若干プレミアついてるんですけど、ぶっちゃけプレミア価格で買う価値はないです。正直。まあ、ただ、知らんプレミアだっていうことを、だけ、知ってて飲んだことない人に、飲んだことない人は、赤霧島、うまいよな、うまそうだなーって、みたいな、好印象は、あるみたいですが、実際飲んでみると大したことないです。黒霧島の方がよっぽど美味しい。黒霧島いただきましょう。黒霧島はね、俺が芋焼酎で、カップの、ね、カップ酒の芋焼酎の黒霧島飲んだのが最初だったかな。ものすごくうまくてね。うん。ちょっと待てよ。やばい。全然違う。じゃなくて、全然違うじゃない。全然違いがわからない。まずいな。飲み比べてる意味がないぞ、これだと。
違いというと、アルコールの飛びかな？口の中にアルコールっていうか、入れた時に、アルコールのこう飛びで、飛びがやっぱり、あるんですよ。で、鼻に突き抜けてくる。で、鼻がツンとする感じがあったりするんですけど、黒霧島はやっぱりちょっと重い感じで、あんまり飛びがないです。アルコール感は少ないでしょう。うん。やっぱどっちかっていうと赤霧島の方が、飛びがあるんで、香りが、やっぱり広がりがあるね。多分。ただし、いや、こんなもんじゃなかったはずだ。黒霧島は、これだいぶあれだな。香りマジ飛んじゃってるな。一升瓶買ったの間違いだな、これ。まあ、一升瓶あとこんぐらい残ってますけど。こんぐらいか。こんぐらい、ん？ここです。ここまであります。3割ぐらい残ってる。いやー、だいたい冬じゃねえと芋焼酎飲まねえんだよ、これ。なんで俺こんなでかいの買ったの？まあ、ちょっと、ね、あれ嘘っぱちです。だいぶ香りが違います。だいぶね、香りが瓶で保管してると、やっぱり飲んでいくうちに徐々に香りがぶっ飛んでくる。あかね、霧島でくぐりましょう。新商品。あれ、霧島酒造のホームページに茜霧島が書いてないぞ。バカな。新商品のくせに何も書いてないだと。あ、マジだ。何にも書いてない。うっそー。そんなバカな。新商品とは思えんぞ、この。本当に何も書いてない。もうなかったことになってる。本気で。はあ。本当になかったことになってる。これもしかして相当レアなんじゃないのか、これ。あ、数量限定販売だって。数量限定らしいですよ。はあ。ほい。ほい。飲み比べた人がいます。どっかのブログが、これ。ブログっぽいね。茜霧島はとにかく香りはフルーティーで華やかな感じ。女性でも飲みやすそうです。だそうです。限定販売だって、やっぱり。6月18日から限定販売。数量限定です。
皆さん、今更多分遅いと思いますけど、もう6月で俺買って、だって、今日だって8月9日でしょ？これいつ買ったんだ？これ大体、発売したのが6月5日でしょ？ 2 ヶ月前なんですよ。で、2ヶ月後にやっと俺飲んでるわけですからね。多分買ったの1ヶ月前ぐらいなんです。で、1ヶ月ぐらいこれ寝かせて、放置してあって、で、あ、よく考えたらこれ買ったわと思って、今日飲んだんですけど、で、さらに今8月9日でしょ？で、結構俺、腰痛便アップするのが遅いというより、だいぶ押してるんで、後が使えてるんですよね。後が使えてるんで、多分、9月近くに投稿されると思うんで、この動画が。おそらく。うん。ね。なので、多分、もう、これを見てる人は多分もう買えないと。いや、でも実際大したことないで、これ。香りがフルーティーって言うけど、赤霧島もぶっちゃけた話、フルーティーだぞ。あ、なんかそう言われてみると。あ、でもさっき、ああ、さっき黒霧島と赤霧島飲んだけど、あ、やっぱあれだわ。香りがあれなんだ。特徴的なんだ。ちょっと。他のとは違う香りがするわ。うん。うん。味もちょっと違うかな。うん。でも、うん、あんまり芋っぽいというより、芋っぽいというよりは、まあでも実際のところ霧島シリーズって大体あんまり芋っぽくなくてフルーティーなんですよね。特に黒霧島は全然、俺最初飲んだ時すっげえフルーティーでね、すげえ飲みやすかったから、ストレートで飲んだだけだとちょっと判断しにくいな、これは。なんか、ブログによると、あれらしいですよ。ロックで飲むのが美味しいらしいです。ロックがおすすめとかなんとか書いてあったけど。赤根霧島。か。え、赤根霧島5本セット。え？赤根霧島2本セットで、ヤフオクで今、6050円になってますけど。あ、これやばいぞ、これ。ガチのあれだ。ガチのあれ系のやつだ。これもプレミア常駐になってんじゃないか。まさか。え、ヤフオクで超入手困難って書いてあるよ。6050円。2本セットですよ。しかも 1.8 リットルじゃなくて 900ml。900ml を、あ、900ml2 本で、なんと6500円で落札されてますね。しかも、7月の13日に落札されてます。ということはやっぱかなり、希少なのか、これは。でね。で、残念なことに赤霧島なんですが、
大変残念なことにですね、赤霧島の1.8リットルが6本セットで、なんと19,500円という超安値で売られていますね。1.8リットル6本ですよ。で、たったの2万円ですよ。1本あたり3,500円ぐらいか。3,500円。だってお前赤霧島1本お前、あ、違う、赤霧島、ねえ、900ml で 2本で6,500円で落札されてるということは、1本3,000円ですよ、これ。これ1本3,000円。これ1,000円で買ったのに。1,200円ぐらいで買ったの、これ。やばい。赤霧島以上のプレミア価格になってやがる。なんて馬鹿げてるんだ。ほんとあれだよな。なんでもかんでもさ、限定品、限定品って言うけどさ、本当に実際飲んでみると大したことねえよな。こりゃ大したことねえわ。まあ、赤霧島に比べたら、赤霧島に比べたら確かに、まあ、難しいけど、こっちの方が香り強いような気がするね。気のせいかわからん。赤霧島より、香り強いかな。ぶっちゃけた話、赤霧島はあんまり美味しくない。あれは普通のね、プレミア価格で売られてること自体ちょっと、リアルでちょっと、おかしいと思うけど、赤霧島はまだわからんでもないな、これは。結構味が、だいぶ、というか、香りが、割と、芋焼酎に、なんだけど、やっぱ違うは違うと思うな、これな。でもな、プレミアで、買う人も買う人だけどな。ヤフオクでこんなに高値で売られてるのか。もう赤霧島はもうオワコンみたいなもんですね。かわいそうに。もう、あれ、赤霧島廃盤になるんじゃないのか、これ。このままだと。このままだと赤霧島が廃盤になってもおかしくない。のでは、なかろうか。まあでも新潟で売ら、しかもスーパーに売られてましたからね。むしろ栄には売ってなかったという。はあ、この赤霧島レアなのか。まあ、霧島酒造っていうね、超有名な芋焼酎ブランド、メーカーですから。もう、転売中はもうあれですよ。歓喜ですよ、歓喜。お、やったー！しかも限定商品発売来たーみたいな。赤霧島の時同様、買って買って買いまくって、売って売って売りさばいてやるぜ、みたいな感じじゃないですか、これ。もう、バカみたいに、それをね、鵜呑みにして買うバカもいるわけですからね。本当にバカですよ。プレミア価格で買うやつはバカです。こんなん。俺から言わせりゃこんなん。
大体、魔王だってね、芋焼酎のね、魔王とか、森蔵だって、買う人間がいなけりゃ低価で売られてるんです。今頃。ね。転売屋も悪いですけど、買う人間も買う人間だ。買う人間がいるから転売屋もいなくならんわけだ。わかるか？森蔵なんて今や、900ml、いくらだあれ。何年も前からあれもう、1万円以上するだろあれ。まあ頭おかしいのかと。ね。だから俺が飲めないんだよ。お前定価で買おうにも。森蔵とさ、魔王。この2種類。めちゃくちゃ飲みてえなと思ってるけど。ね。もう全くですよ。もう何年も前、10年ぐらい前から、もう、このプレミア価格はもう収まりようがない。ああ。もう全然。ね。もうダメ。まあ、まあ仕方ないといえば仕方ないか。そもそも芋状、森蔵もね、魔王も多分限定販売です、あれ。数年販売じゃなく限定販売、数量限定で販売してる。年に何回か。もうやはり年に何回かしか、通常販売できない商品。だからこそプレミア、転売ヤーが目をつけるわけで。うんね、黒霧島みたいに通年販売、ね、通年製造、通年販売になっていれば、こんなことにはならないわけです。まあ、かといって、製造元には全く、うん、あれはない、ね、落ち度はないです。なぜなら、いい商品を、ね。作っているわけですから。時間をかけて。うん。時間をかけて、手間暇かけて、作ってるわけですから。ね。それを、普通は、そんな転売屋には渡らせたくないわけですよ。みんなに飲んでもらいたい。これが、酒造、および食品会社の、すべての食品会社とか酒造メーカーの本意だと思います。もう実際酒造メーカーの魔王の酒造の白玉酒造だって醸造か。だってこんな高値になってよくは思ってないですよ。当然だ。バカバカしい。ねえ。普通は、ね、みんなに飲んでもらいたいからね。うん。みんなに飲んでもらいたいんですよ、本当は。それがなんだ、今や。魔王、森蔵、900ml1 万ぐらいですよ。バカバカしい。誰が買うか。クソが。まあ、今、ググりますけどね。魔王、ググります。魔王と、ウィ？みんなバカな。まあ、魔王だって定価はね、定価はアホみたいに安い、わけです。あ、魔王なら割と安めに売ってるわ。うん。魔王はね、12000、1.8 リットルですね。1.8 リットル12000で売ってます。だから、
900ml だいたい6000円だ。送料込んで。まあ、魔王はまだ手に入るレベルだからまだ、あれですが、森以上に至っては、もうおかしい。これはおかしい。これは気違いですよ。気違い。いわゆる気違いの部類です、これ。はい。こちら、森以上。芋焼酎のね、もう、プレミアの代名詞。こちら、720ml で、なんと、19,440円。がっくしだよ。お前、720ml だぞ、お前。900ml ですらないんだよ、これ。2万円とかもバカじゃないの。お前。どこの、お前、ボンボンが買うんだよ、お前、これ。ボンボンしか買えねえじゃねえか、完全に、お前。ふざけやがってる。もう、森ぞ、マジで。もう、なめんなよ、お前。ちょっとヤフオクでも森井をググります。落札相場を調べましょう。1.8 リットルで17,600円で落札されております。900ミリリットルに換算すると、まあ、9000円か8000円、9000円って程度か。うん。まあ、ですが、こちらですね。900ml は売られておりません。720ml しか売られておりません。おまけにですね、720ml はですね、さらに限定でございまして、JAL 飛行機です。飛行機でしか手に入りません。はい。むしろ逆にレアです。で、それを見てみると、はい、その通りでございます。720ml が、13,350円で落札されてます。これだったら俺 1.8 リットル買いまーす。絶対買いまーす。おかしいだろ、これ。なんでお前逆にお前こっちの方が高いんだよ。こっちの方が高いっていうか、容量的にさ、容量的にはまあ高いのはわからんでもないけど、どうおかしいんだってこれ。なんだよ、JAL 限定ってお前。お前飛行機なんて俺、今26歳だけど、一回も乗ったことないわ。ふざけんじゃねえ。まあ。最低森伊蔵を買うんだったら、買うには、1万、運善するということで、2、3000円はくだらない。1万2000円ぐらいか。森伊蔵。720ml。だいたい1万2000円が、ヤフオクで見ると、いいとこだな。1万2、3000円ですね。いわゆる魔王の2倍です。ん？ん？ 魔王の2倍。いや、魔王の2倍ではないか。魔王は 900ml の場合で、の話か。あれ、魔王もそもそも 720ml しかなかったんじゃなかったのか。あ、だね。まあ、魔王の2倍です。芋焼酎会。で、まあ、1、2を争ってるという、争ってはいないんです。森以上がもう1番なんです。高いの。ね。ね。で、2位が、なんと半分の差を、てね、倍の差をつけられて、魔王と。もう魔王の名も落ちたもんだなと。
なんだよ、森伊蔵って。どこのあれなの？よくわからない。というね、長い雑談をしましたが、さすがにちょっと、ね、あれですよ。そういえば、関係ない話しますけど、あれですね。なんか、エコーの、以前俺が上げたエコーの、ね、顔出し動画、ありましたけど、なんかそのコメント欄にですね、思った以上に、意外と若いんですね、みたいなコメントがあったんですが、俺は一体何歳に見られてたんだ？俺は一体何歳に見られていたんだ？ガーンです。ショック。カルチャーショック。多分顔出してない状態で、だと酒飲んでるおっさんなんですよね、多分ね。酒飲んでるおっさんか。36とかに見られてたんじゃないか、これ多分。まあ、仕方ないか。まあ、いいでしょう。一応言っとくが、俺まだ26だぞ。言うとくが、まだ俺26歳ですから。ね。絶賛彼女募集中ということでございますけど。さて、茜霧島だが。長くなりましたけど。コクはないでしょう。かなり軽めです。そんなにない。コクというよりは、膨らみです。香りとか。コクがやっぱり一番ある霧島はやっぱ黒霧島じゃないかな。甘み。まあ甘い。甘いね。香り。まあ、香りはまあ、霧島酒造、っていうか、霧島系列は大体、香りは、いいです。おすすめ度、まあ、ってことでしょう。2444です。ご視聴ありがとうございました。